ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。まあこうやったりやらなかったりではあったんですけど、まあ、一応こうちょっと脱貧乳を図りまして、ちょっと今結果が適当なスポーツブラとかこうなんていうんですかね、パッドがもうついてるキャミソールみたいのとかだけでしてしまっていたんですけれども、今はまあ寝る時以外は割とブラをしっかりつけるっていう風にしまして、でまあそのつけるものもまあ何でもいいっていうのではなくて、割とあのホールド力があるものとかサイズが合うものっていう風にしてますので、まあそれをおっぱいを外すというそのおっぱい周りの筋肉に凝り固まるとおっぱいもくっついちゃうと、なんか横へ流れたりとか、してしまって、こう柔らかさとか本来の位置なのと、まあその1年前とかは、まあ、彼氏もいなかったですし、あの別に胸なんかあっても邪魔なだけだぐらいに思ってたんですけど、まあ今はおかげさまで彼氏もいますし、こういう、まあ、撮影の機会とかもあるので、まあ、言われてそういうふうにこうけなされたりとか言われるのが悔しかったので、なのとやっぱこうおっぱいがある方が動画の視聴率も上がるなとか、まあ、いろいろなことが考えてにしました。これからも頑張ります。で DVD もおかげさまで好評発売中です。買ってくださった方ありがとうございます。まだの方はぜひご購入お願いいたします。あ、 DVD をご購入いただいた方はぜひご意見ご感想をお待ちしております。そしてあのいろんな食べ物をあのいいって言った鶏肉にしたりキャベツにしたりいろいろやって、で自分はその煮干しと牛乳の組み合わせがいいっていう、おっぱいが大きくなるっていうのですごい積極的にしょっちゅう食べてたっていう話をされてたんですけど、まあ、私もあのそう思うんですね。あの誰でもこれならいいっていうと、あの食べ物とかこれでだけでっていうサプリとかがあるとは思えないんですよ。私もサプリも飲んだんですけど、あんまりいいって思うものはなくて、まあ一番関係してきたのは、まあ、マッサージとブラジャーととは多分彼氏ができたのも良かったんじゃないかなと、まあ女性ホルモンが刺激されてるんじゃないかなと思うんですけど、時期的にもそういうことで、あのいろんな工夫というか努力とかは条件は必要になるので、まあ、たまたま自分はまあそういう感じでいいものが揃ったし、まあ、本気でマッサージしたり、食べ物に気を使ったり、あ、ちゃんと睡眠とったりとかももちろんねしてっていうことが大事になると思います。いつも気を使って胸をこう大事にっていうんですかね、まあやっぱりこう意識していろいろこうキープしようとかアップさせようっていうことは努力をすればする必要があります。あとリラックエアでこう女性向けにバストアップのメニュー、まあそういったメニューはやっておりませんし、まあいつから始めるっていうような予定もないです。で、まあ、変えるとなるとこういろいろコンセプトから変わってくるかなという感じなので、まあちょっと、検討はいたします。気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 See you!